子どもの写真にスタッフのおすすめ、どこか懐かしくアットホームなお店には多くのリピーターが集まります。顔は見えないけども、その接客ですよね。結局誰から買いたいっていうところに着くじゃないですか。その時に海と太陽がいいよねって言ってもらえればいいのかな。夫婦2人のスタートから月商3300万円突破、リピーターを育て、ここで買いたいと思ってもらう店舗作りとは。宮崎県高鍋町、美味しいものショップ海と太陽は、昔ながらのお菓子やおつまみを扱う店舗です。身近な存在の、まあ、お菓子とかおつまみとかを、温かい場所から遠い親戚のお家から段ボールで荷物が届くような感じで受け取ってもらいたいなっていう、そういうような感じで作っています。店舗を運営するのは谷口隆一さん、恵理子さん夫妻。県外での会社勤めの後に、隆一さんの地元宮崎で会社を立ち上げます。子育てするんだったらやっぱり田舎がいいなっていうことで宮崎に戻ってきまして、田舎でもできることを探した時にネット通販があると。実家の駐車場を改装し、2012年楽天市場に出店。食品会社での経験を生かし、商品を仕入れ販売を始めます。最初は楽天に出せば自動的に売り上げが上がるんやと思ってたんですけど、全く売れない。ノウハウを学ぼうと楽天大学のセミナーに参加。学んだことを取り入れながらページを制作しました。人気とか物気とかそういうのは出したいなと思ったんですけど、宮崎からこういう人たちから送られてるんだよっていうのを安心してもらうためにも、やっぱ顔を出した方がいいなと思って、 EC コンサルタントのアドバイスで作ったのは入り口商品。送料を抑えるためメール便で送ることができ、賞味期限が長いアーモンド小魚を選びました。入り口商品っていうのがあってね、こうこうこうしたらいいんですよってずっと言われてたんですけど、あんま信じてなかったんですよ。まあ、一回いいやと、騙されてみようと思って言われた通り、こう順序よくしていったら、ある程度こう売り上げが伸びていって、そこからも二人三脚というか、一緒にやろうみたいなんで、こう上がっていった形。広告を使って集客にも取り組み、月商100万円を突破。さらにイベントの活用に注力していきます。広告じゃなくても、わあなんかやってるっていう感じを出したかったので、自社でもタイムセールとかをして、常連のメルマガ会員の方にメルマガを売って、呼びかけて、基本の施策に着実に取り組んだ結果、アーモンド小魚が総合ランキング1位を獲得。出店2年目で月商1000万円を突破します。しかし運営は順調ではありませんでした。スタッフも足りないし、ページ制作も間に合わないし、在庫なんか置くとこないんですよ。運動会とかでテント張ってるでしょ、運動場に。あれを2つぐらい買って外に立てて、それで出荷をしてた。同時に直面したのが価格競争の厳しさ。売上は伸び悩み、利益の確保にも苦戦します。本当にそれこそ消耗性になっちゃうので、1円ライバルが下げたからこっちは2円下げるみたいな、終わりがないですね。多分ね、やればやるほどしんどくなるという時期。ヒントを求めて参加したのが楽天大学の講座。参加店舗とのやり取りをきっかけに、あることに気づきます。もっと楽にやっていいんだっていうのをその時分かったんです。
結構みんな自由で、試したいことを試してなんかミスっても笑ってるみたいな、それでいいんだと。だから私たちも自分のスタイルを変えることなく、これをただただこう突き進むというか磨けばいいんだな。今まで通りお客様を一人一人とこう向き合って接客をしていく。取り組んだのは魅力を磨き、ここで買いたいと思ってもらう店舗作り。お客さんに覚えてもらうため店舗名が入ったパッケージに変更。何度も立ち寄りたくなるお店を意識します。新商品がやっぱりないとお客様飽きちゃうので、毎月入れるようにしてますし、常に何かやってるよねっていう縁日感というか、いわゆる自動販売機型と違うのはそういうのかなと思うんですよね。楽天で開催するイベントに乗りつつ、来たら楽しいなって思えるようなイベントを組むようにはしてます。出店当初から大事にしてきたのはお客さんとのコミュニケーション。特にリピーターへのサービスは欠かしません。リピーターの方ができるだけ得をするようにっていうふうに考えて、メルマガ会員の方には誕生日限定のクーポンをお届けしたり、本当にいっぱい買っていただいている方とかに新商品をポコッとつけてみたり、数量に限りがあるやつとかはそちらの方にご案内をさせていただくとか。お客さんからは多くの反応をいただくようになりました。息子さん入学おめでとうとかっていうメールが来るようになるんですよ。だからそのでなんかつながったなんていうか、お客さんとすごい双方向になっている。美味しかったですっていうような封書でお手紙をいただいたりすることもありますし、必ず封書でお返事します。20回30回ザラですね。やろうとしているのはそのアンバサダーじゃないけど、そんだけ買っていただいている方にはこちらから表彰状となんか記念品じゃないですけどね、送ろうとかって話もあってて、そういう方って逆にまた広めていただけるし、リピーターが着実に増え、リピート率は 50% に。店舗のファンが新たな顧客を呼び、伸び悩んでいた売り上げは再び伸び始めました。結局誰から買いたいっていうところに行き着くじゃないですか。その時に海と太陽がいいよねって言ってもらえればいいのかな。ここで買いたい店舗作りが実を結び、価格勝負の消耗戦を脱却。2022年3月月商3300万円を突破しました。現在はふるさと納税の運営支援も行い、地域への貢献にも手を広げています。自分たちの商品が町外県外に出るっていうことを2年前3年前想像してなかった方がね、今実際できてるっていうのはなんかちょっと嬉しいなっていうか、ニヤニヤするね。田舎でも何でもできるぞっていうのを本当に証明したい。夫婦2人のスタートから社員はおよそ40名に。さらに愛される店舗を目指し、お客さんと向き合う接客を磨き続けています。大事にしているのはお客さんに対して嘘をつかないとか、5年後も10年後も食べてもらいたいので、子供がまた大人になった時、自分の子供に与えるおやつとしてうちのやつを選んでいただきたい。おいしいものを日本全国そして世界へ。うちで扱っている商品はお子様から、お年寄りまで安心して召し上がっていただくようなおいしいものを取り揃えているので、それをもう日本全国にこの遠い宮崎からお届けしていきたいなって思っています。これまで培ってきたこのノウハウじゃないですけども、こういうシステムごとそのまま海外に持っていきたいんですね。そして海外で私たちが日本でやってきた、この仕組みを使って商品自体は日本から出す。そしてそれをその現地で EC を使ってその国の人々にこうまた同じようにこう広げていきたい。
宮崎のいい商品、おいしい商品、安全な商品が世界に飛んでいくっていうのもすごいワクワクしますよね。